レース終わったら一緒に飲もうぜ。ペプシ、怒ってやるよ。俺が。はい、どうもこんにちは。仮面ロングライダーズ、ブライアン・アキタです。本日は、自転車のメンテナンスではなく、私自身、仮面ロングライダーズ、ブライアン・アキタのメンテナンス、やっていこうと思います。その内容が、ご覧ください。ちょっと、冬の間、スキンケアのをサボっていたため、毛深くなってしまったんで、今回は、ロングライドで空力を上げるため、あとは、そうですね、女性にモテるために、この無駄毛処理をして、ツルツルの肌で夏を迎えたいと思います。それでは早速、無駄毛処理やってまいります。早速ここの場をやってきて無駄毛処理始めていこうと思います。まず毛が柔らかくするため、シャワーで、温かいシャワーで、温めます。見えますかね。まあ、腕は先ほど見せたんですが、足の方も結構ボーボーです。これを今から、ツルツルに仕上げて、夏のサイクリング、空力を良くして女性にモテる仕様に変更していこうと思います。じゃあまずは右足からいきます。泡がけちらないでたっぷり使います。4回ほどなぞったら、一回このカミソリに詰まった毛を流しながらやります。こういうところも、取っていきます。
はい、右足の胸上げストレッ完了しました。ジャニーズの足みたいにツルツルです。続いて左足、やっていこうと思います。両足、よいしょ、両足ツルツルになりました。次は腕の方をやっていこうと思います。はい、両腕両足、続きか、ジャニーズのような、おみ足と腕になりました。でこれで、さっきからふざけて女の子にモテるダメとか言ってますけど、夏場は落車すると、なんですかね、ダイレクトに冬打たれたと長袖なんで転んでも服が傷むんですけど、夏用ジャージの場合って肌が結構露出してるので落車した際、怪我をよく、怪我をするんですね。でその時に毛が生えていると治療の妨げになるので、毛を取っておくとこの治療がスムーズにできるっていう利点もあるので、この無駄毛処理ぜひおすすめなので皆さんもお試しください。
、本日の動画楽しんでいただけましたでしょうか。それではサイクリストの皆様に良きサイクリングライフが訪れますように。バイバイ。